どうも皆様です。というわけで回しがお送りします。バンドリー。さあ、というわけで新しいイベントのお知らせ来ております。次回、対バンライブイベント、Have a Good Halloween! ということで、バナーでは初めてロックちゃんが実装されておりますけれども、まあ、今回対バンライブイベントでございますので、まあ、イベント楽曲がありますけれども、こちらはね、ポッピンパーティーの新カバー曲、刹那トリップになってくると思います。まあ、一体どんな難易度になってくるのか、非常に気になるところでございます。そしてこのイベントね、混合イベントなんですよ。で、まあ、これなぜすぐ分かったかというと、この下見てもらうとですね、はい、2020ハロウィンドリームフェスティバルガチャ開催予告ということで、皆さんが愛してやまないドリフェスが開催されます。で、まあ、もうすでにね、右側はね、ロックちゃん、そして左側には、今月星4になるであろうと期待度6で言っておりました、ともえちゃんがなっておりますけれども、今回フェスゲンメンバーとしてはですね、宇田川ともえちゃん、そして若宮イブタソ、この2人がフェスゲンメンバーになってきます。ね。まあ、イブタソがね、どのタイプで、まあ、クールタイプ以外にはなるとは思いますけれどもね、ともえちゃんも多分クールタイプ以外になると思いますので、まあ、どんなイラストとかね、なってくるのとかっていうのも非常に楽しみでございますし、あとは期間限定メンバーもね、もうすでに発表されております。まずはね、バナーでも登場しておりました、一緒にハロウィンのロックちゃん、こちらが星4。そして、スイートタイム富山かすみちゃん、こちらが星4でございます。ね、富山かすみちゃんはね、この前はね、ハロウィンになったじゃないかって言ってる方もいらっしゃると思うんですけども、彼女はね、前回は星3で実装されておりますので、まだ星4ではね、実装されていないので、まあ全然星4になる可能性はあったんですけれども、意外や意外ですね。間開けずにね、次の年にもうすでにね、また新しく富山かすみちゃんがハロウィンで来るということでね、まあこちらもどんな感じになるのか非常に気になるところでございます。そして星3。で、黒猫案内中、青葉モカちゃんが実装されるということでございますね。で、このイベントの今回のタイプなんですけれども、おそらく、まあ、富山かすみちゃんのことを考えたら、まあ、クールタイプはね、かなりいるので、そう考えたら、まあ、ハッピーか、またはピュアタイプどちらかになるかなとは、まあ、種類的にはピュアが少ないんですけれども、ピュアタイプやかすみちゃんはフェス編がいるのでね、まあ、ハッピーとかの可能性もあるのかなとは思いますけれども、はい、というわけで、明日からいよいよハロウィン限定のね、ガチャ、そしてドリフェスも開催されるということで、私もお祭りに備えて iTunes カードを買ってこようと思います。